ご覧いただきありがとうございます。現地3月29日に行われたミルウォーキー・ブルワーズ対ニューヨーク・メッツの開幕戦。その8回、ブルワーズ、リース・ホスキンスがセカンドへ。このスライディング。これによって右足を削られた形となったメッツのジェフ・マクニールが激高。両チームのベンチが空となり、一触即発の事態に発展していましたが、翌日、現地30日に行われた第2戦。 初回にメッツ先発、ルイス・セベリーノから1点を奪ったブルワーズ。なおもツーアウトランナー、2塁3塁の場面でホスキンス。メッツファンは前日の1件を踏まえて大ブーイングで迎えますが、初球をあっさりとレフト線へ。2点タイムリーヒット、3対0。メッツが1点を返し、3対1で迎えた3回、ホスキンスの第2打席。ここでもメッツファンはブーイングを浴びせますが、今度もレフトへ。 打った瞬間に確信する会心の当たりはツーランホームラン。ブーイングに見事な結果で応えるホスキンス。そして第3打席は5対2で迎えた5回、ワンナウトランナーなしの場面。懲りずにブーイングを送るメッツファンですが、センター前ヒット。ことごとく結果で応えるホスキンス。これはもう飲むしかねえ。そして迎えた7回表の第4打席。 メッツのマウンドには3番手のヨハン・ラミレス。ブーイングは若干ボリュームダウンしていましたが、その初球、来ました。ホスキンスの背後へ、あからさまな意図を感じる一球、無然とするホスキンス。三塁ランナーはいませんでしたが、なぜかホームに駆け寄ってくるラミレス。両者の間の緊張は一瞬高まりますが、ホスキンスは冷静にこらえます。ただ、両ダグアウトは前日に続き一触即発。 メッツファンは再沸騰。ここぞとばかりに煽るメッツキッド。レッツゴーメッツ。ブルワーズの新監督、パット・マーフィーは猛抗議。そしてホスキンスも冷静さを保ちつつ、やるなら下半身だろう。頭じゃねえだろうがと。確かに若干高め、非常に危険な一球。そして試合を通してホームランを含む活躍を許した後での一球。 これについてメッツの放送クルーでアナリストを務めるロン・ダーリングはメッツによる100%前日の報復のための一球だとした上で率直な意見を述べています。

ラミレスはメッツファンのスタンディングオベーションに送られてダグアウトに下がりましたなお、試合再開後、この打席のホスキンスはラミレスの後を継いだホルヘロペスからファーボールを選んで出塁この日は4打数3安打ホームラン1本ファーボール1つ4打点の活躍となりました試合はメッツが8回9回に得点を重ね1点差まで詰め寄りますが最後はブルワーズのクローザーアブナ・ウリベに黙らされて7対6 Definitely not trying to hit him. You know, I understand the f their frustration with everything that's going on, that what happened yesterday, and things like that. Um, he's having a great game, and Ramirez is a guy that, you know, historically he's got control issues, and he's trying to pitch up and in, uh, trying to get a ground ball with the sinker, and you know. That that happens. I know it looks really really bad, but we're not trying to hit anybody here. Uh, yeah, I mean, I'm a competitor, right? Like, um, people boo you, people doubt you, people do whatever they do. Um, it's always nice to prove people wrong. So yeah, I'm I'm ecstatic about you know what I was able to do to help help us win a game today. We won a series on the road to start the year. A place that's not easy to do so. What went through your mind when uh, on threw the ball behind you? Big leaders don't miss by eight feet. Um, yeah, I mean, whether or not it was on purpose or not, that's not for me to decide. I, I really don't care. Um, but this game has had a way of policing itself for many, many, many years. Um, so let's, uh, let's focus on doing it the right way if we're going to do that. なお、現地31日に行われた第3戦では、両チーム、特にいがみ合うことはなく、試合はブルワーズが4対1で勝利。ブルワーズは敵地シティフィールドで開幕3連勝です。一方のメッツ、開幕日の現地29日には、ホームゲームの中継を行う放送局 SNY が、公式アカウントにて、選手たちがハイライト映像とともに、チームを一つの言葉、ワンワードで表現するという、ハイプビデオ。 シーズン開幕煽おり V をポストし、一つの言葉、一つのチーム、一つのチャンスにかけるという意味を込め、ワンワード、ワンチーム、ワンオポテュニティとポストしますが、その開幕戦でわずかワンヒットに抑えられ敗れます。そして、セベリーノが打ち込まれ、リース・ホスキンスの活躍に屈した第2戦、さらに現地3月31日、2021年、 ちょうど3年前のこの日にチームと10年3億4100万ドルの延長契約を結んだフランシスコ・リンドーアがノーヒットに終わった第3戦も敗れホーム開幕3連敗2024年非常に厳しいスタートとなっていますご覧いただきましてありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いいたしますじゃんけんけ